時間も前回からだいぶ経ってしまったので、今までのおさらいをしましょう。セルロイドの糸をカットします。ザク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 。セルロイドは中国から輸入しています。大体この右側のこのサイズにカットしていきますね。で、次、人形焼きみたいな装置で成形します。ここはすごい熱い。軟化処理済みのセルロイドを熱した型で挟みます。プレス機に入れて圧力をかけます。蒸気を入れてセルロイドを柔らかくした後に空気を入れて膨らませます。一気に冷水をかけて形を安定したら出来上がり。こちらが日本唯一のセルロイド職人、平井さんです。はい、出来上がったら自然乾燥するんですよ。もっとじっくり見たい方は概要欄から第1回目 T ジャス編、第2回目成形編があります。今までの工程を振り返っていただきました。今回切り出しからやっていきます。今回はここからです。完成編よろしくお願いします。あ、それ動画撮るのね。はい、じゃあやりますよ。はい、お願いします。じゃあ1回ずつ撮ってバリを撮っていきます。バリをね。はい、これって何？たい焼きの端についてるパリッとして美味しいやつ、これです。おお、これを切り離していくんですね。プラモデルのパーツを一個一個取っていくような、そんな感じですよ。香ばしい音が心地よいですね。この作業が楽しそうだな。取れてきました。私の名前は左です。周りを滑らかに削っていきます。ポリポリカリカリ、パチパチャ。だいたいこういう感じなんだけど、はい、いいですか。はい、ありがとうございました。手足も同じように取っていきます。そういえば手足の成形見たことないな。次、着付けルームへ移動しました。平井さんの工房の敷地は何気に広いのです。横には池もあります。車も置けるし、収集するやつ、これやってみたいな。体には悪そうですけどね。うちの近所にもこういった工場が昔はありました。あれは何を作っていたのかな。今スプレーガンで髪の毛を吹きつけています。今回は茶色髪を作っていますね。その他にも黒や黄色やピンクやいろいろな色の髪の毛を作ることができます。茶
茶色カバーで顔を覆いスプレーをしています。パカッと外すとあら綺麗、素敵におめかしできましたね。このように手作業で一人ずつ丁寧に丁寧に仕上げていくんですよ。はい、また一人可愛い子が出来上がりました。可愛いね。最初、いよいよ顔を描いていきます。人形は顔が命ですからね。平井さんに疑問に思っていたことを伺ってみました。セルロイド職人は日本にもう一人なんですよね。いつ頃から一人になったと分かったんですか？いや、もうこれ始めた頃からいなかったんです。本当にどっか山奥とかにいたでしょ。実は隠れてやってんだ。いやいや、いいな。これはね、僕の仕事はね、東京なんで、大体価値観中で、山の中でやるですからさ、作るだけはできるけど、だって販売業とかなきゃできないじゃん。まあ今インターネットでね、あるからね、できるけどね。だから全然ない。どうして人気が全然されてるからいないとか、どうしてしてるかというと、この仕事はね、私の親の世代の人だいたい昭和20年代、30年代。ああ、全部もう前の時代の話なんですね。その頃はあんまり断ったでしょ。だから今できるんで、はい、私の親の世代にいない。だから結局一人しかない。そうか、お父さんの世代の時代でもう終わっちゃってるから、その後を継ぐ人もいないし、だから一人しかいないってことなんですね。なるほど。中山さんに東京まで、意外に車だと近い。自転車だとすごい遠いけど、そうなんでね。一つ書いてます。いいから聞きなさいよ。こういうチャンスないんだから。何をどれを。いいから聞きなさいよ。いいから聞きなさいよ。せっかくなので書いてみます。ペチペチ。あまりにも呪いので仕事がはかどらず、師匠は困っているようです。師匠と交代しました。あ、師匠、なんだその卑怯な道具を。ハンコみたいのでブルーのところをペタンペタン貼っていってます。なんかそれ楽しそう。これだと同じクオリティで早くできますね。わしにもそれを貸してくださいまし。質問その2。セルロイドは燃えやすいとか自然発火するとか聞きましたが、実際どうなんでしょう。大量にこう積んどいて、それで風をこう密封しちゃうとダメ。どうなんですか、風をね。風通しを良くした方が良いそうですね。そうじゃない。実験するんですか。面白い。ここで。どのように燃えるか今とわかんない。ね。どこで燃やすんですか。ここで燃やすんだよ。ここで燃やしたら危ないじゃん。家がこれで回ってるじゃん。そんな遊んでんですか。面白い奥さんですね。ということで外に出てみることにしました。
これもまた別字です。何回も通ってますね。え、結構ほんと大きいですね。長いでしょ。うん、激しく燃えますね。これはどうだ、少しだからいいけど、これ体温積むとね、わかりなさいよね。うん、あれですね、火遊びおじいさんになっちゃう。ほんとだ、結構すごいですね。すごいですよ。やばいやばい、瞬間的に燃えるか。あ、しかもこんなになっちゃうんだ。うん、あとはほら、こう繊維状のね、ラインが残るわけ。あ、ほんとだ。プラスチックだとね、コールタル状のね、あれ、あの、ラインだけど。ほんとだ、ありがとうございます。作業場に戻りました。さっきの続きをまたやります。昔はこの辺は田んぼだらけで何もなかったそうです。前田んぼばっかりです。そこから雷が見えたの。ねえ、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 常磐線で最初常磐線で行ったのですが、なぜか0番線という表記でどこにあるのか分からなくて大迷ってしまいました。北寄せ駅は後からできた駅なのかな。豊島園駅みたいな感じです。もう分かる人しか分かんないような話ですけど。黒目を描き終わったようです。筆を洗って色を変えます。で、今度は眉毛を描いていきますね。昭和のレトロチックな細眉は少し背伸びをした女学生のようですね。次は真っ赤な口紅をつけていきます。おちょぼ口っていうんですかね、ぽってりとした可愛らしいお口で、お洋服にも着物にも合うようなお顔になっています。ピンクヘアの子は青いですね。この方をモデルにした動画があります。よろしかったら概要欄に貼っときますね。はい、みこです。さて、最後の仕上げの説明はヒゲ隊長にお願いします。お任せ。いやいや、あの、あれ、お電話ちょうだい。あ、で、すぐ、すぐ、あの、注文出せ。いい、使わない。何話してるのかしら。たくさん、なんとか楽しそうだけど、そろそろお仕事に戻ってくださいね。はい、わかります。じゃあね。はい、ちょっとくれ。はい。細胞で体両腕と両足をつけていきます。いいですね、楽しそう。楽しそうでいいですね。いや、楽しいですよ、本当にね、いろんな人とさ、だってそのね、あの、あれだったらおじいさんだったらもうそのおじいさんそのおじいさんいいですね、そのおじいさんと本当にでもない。ちょっと見学してていいですか？手のジョイントになるゴムをつけていきます。これってすごい、ものすごい技術が必要だと思います。今回は一遍に複数通していく方法でやってますね。ああ、どん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 つながって、かわいらしいこと、いいな、こんなのれんとかあったら、ね、うん、この後どうするんだろう。あ、わいせつが描いた人形がありますね。一旦全部つなげて、一人ずつカットするんですね。この腕に取り付けるのが、いつもこう見てもどうやってやってるのか全然わかりません。このゴムのいい感じに入ると、ちゃんと自立するんですよね。
風のおじいさん。私の名前は以来です。自分の…わーい、両手がついた。する人は食べ働きます。だって私は普通のおじいさんで、ラードで働き者。うちに20体ぐらいゼルロイド人形がいるんですが、やっぱりゴムなので何年かすると劣化してきます。そうなるとゴムを入れ直していただいたり、今回は奥様もさりげなくだったら出演 OK でしたので撮らせていただきました。調理臭く見えるの嫌いなのね。みんな嫌いですよ。でも、分かんないったでしょ、うん、いつも仲良しのお二人。きれいきれい、すっちゃんもね、それのおばあさんできれい。いや、本当に綺麗ですよ、本当に。ね、さん、右霊だからいい。妻のことを踏みまくる、日本唯一のセルロイド職人、平井さん。とても嬉しそうです。この幸せそうな笑顔、羨ましいな。この笑顔に会いたくて、何度も足を運んでしまうのかもしれません。最初の取材から3年が経過しましたが、平井さんは素敵な奥様のおかげでどんどん若返っていきました。近年になり平井氏の頭頂部の毛が生えてきたそうです。すごい。平井さん、今までありがとうございました。しめでたし、まだ完成してないよ。まだ靴持ってなかった。次ぐらいに帰るのね。やっぱりもう平井氏の何色がいい。赤でいいです。赤で、赤で、はい、赤で、赤色を準備してくださっています。これってさ、めんどくさいキャスポットがそういうわけじゃないか。あ、昔はね。あ、そうだったんだ。小さいお人形。うーん、ラッカーってやつ、ラッカーっていうのは、すごい、すごい、すごいですね。分かりやすければ天気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 。楽しいなぁ、靴塗り。できたっす。あとは平井さんに仕上げていただきます。中山ちゃんミンコに足をつけてくれています。ゴムでどうやってつけてるんでしょうね。職人技っていうやつですね。次は手をつけてくれていますね。ゴムだから時間が経過すると劣化してベローンってなっちゃうんですけど、平井さんのところに持っていくと直してくださいます。もうすぐ出来上がるかな。はみ出たところを修正してくださっているようです。後でお見せしますが、とんでもないメイクになっています。綺麗にふきふきして、まだ取れないみたいに口の周りを拭いていただいてます。この謎の小瓶はシンナーです。化け物食ったみたいな口になっていますね。できた、できた、完成しました。はい、かわいい、ありがとうございます。押しつけて、はい、出来上がりました。中山ちゃん、ミーコです。セルロイド人形の作り方、完成しました。びっくりした、マリリンモンドリー完成しました。やっぱり、すみません、平井圭一さん、奥様の節子様、ありがとうございました。制作、中山勝美、お視聴いただきまして、ありがとうございました。ほっぺが赤いのが可愛いの、これ。